本物のエアー、アンサッチャッチです。りっちゃんです。そしてマグニーです。よろしくお願いします。ということで今回からはマグニーさんがゲストとしてお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。いやもうね、最初からすごいノリノリで、ノリノリです、関西人ね、いやすごい、楽しいです。みんなで撮るっていうのがね、あーそうですよね、ないじゃないですか、はい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 、楽しいです、楽しんで撮影していきましょう。お願いします、はい、ということで第1回目の今回は質問コーナーをやっていきたいと思います。ツイッターであらかじめ質問を募集したので、そこから10個選ばさせていただきました。ということで、ありがとうございます。行ってきましょう。はい、はい、たくさん来てました。ドキドキですね。マイクラの質問めっちゃ多かった、はい、マジですか。ツイッターで募集したやつですね。はい、そうです、はい、では行きますよ。はい、行きます。質問10ということで、1問目、はい、はい、YouTube を始めたきっかけは何ですか。友人にですね、はい、はい、マグニー、お前は YouTube が無人。おいきなりマグニー、いきなりマグニーでずっとやってたって。あ、そうなんですね。そうそうそう、そう、オフ会とかに結構参加してた時に、はいはいはい、うん、ニックネームじゃないですか、はいはい、あ、そうそうそう、まあ、うん、マグロ屋さんなんでね、もともとっていう、はい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 、で、マグニーみたいなことでやってたんで、そのつながりの友達の一人に YouTuber 見てるって言われて、でやってみようかなと思って、はいはい、始めました。それまでは YouTube とか見てたんですか。見てもないし、動画も撮ってないし、はいはいはい、まあ、ブログ書いてたんです。ああ、なるほど。よくあるじゃないですか、はいはい、うん、やってたんですけど、はい、それも、まあ、中津飛ばず、え、マイクラに関する、まあ、全くマイクラ関係なく、関係 iPhone が好きなんで、あー、そうそう、 iPhone 系のアプリの紹介とかを書いてたんです、ブログにね、はいはい、じゃあ最初に YouTube に投稿したのもそっち系の方だったんですか。ね、初めはね、全く関係ない、忍者の格好してなんかそうなんですか。そう、シュッてなんか手裏剣投げたりなんかするタイプの動画を作って、はいはい、まあ、編集出してみたかったんですよ。とりあえず編集しやすそうやな、はいはい、変身シーンとかやってたりとかあるじゃん、で、変身シーンとかやってたりして、まあ、そっからがきっかけなんですよね。そうなんですね。そう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 、はい、ありがとうございます。はい、でも、次、行ってみましょう。はい、はい、はい、チャンネル名の由来なんですか。あ、来ましたね、ちょっと行っちゃいましたけど、はい、マグロ屋で働いてました、はい、マグロ屋のお兄さん、あ、マグロにさばいてたってことですか。そう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 、中央市場でマグロを下ろして、はい、居酒屋さんにどんどん配達で持っていくお兄さん。居酒屋でたまに来るでしょ、はい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 、の配達の人来るでしょ、はいはいはい、あれなんですよ、マグロ専門でやってて、お、僕父親がマグロ屋さんで、はいはいはい、でそこで働いてたんですよ、はい、で、まあ、配達先行くじゃないですか、はい、まあ、仲良くなるじゃないですか、はい、大阪のおっさんばっかりなんてみんなこう仲良く喋ってるじゃないですか、はい、で、マグロ屋のお兄さんから、はい、マグニーって言われるようになったんですよ、はいはい、配達先の人に、で、それがきっかけが、マグニーか、でも、それそれじゃ使っちゃおうみたいな、そうそうそう、これでええわ、いいですよね、なんかしっくりきました、今はね、しっくりきました、はい、それそこですね、店やめて、その、おえさんは言われなかったんですか、そのダメだみたいな感じで、うん、やめなさい、確かにやめなさいみたいな、あ、もうそんな感じだった、そうです、なるほど、言うこと聞かない、口に、あ言うてもしゃあないな、こいつはみたいな、そう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 ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、次行ってみましょう。はい、はい、こちらです。はい、まあ、今、マイクからの動画を渡してると思うんですけど、マイクの魅力は何ですか。魅力だらけですよね。あ、そうなんだ、はい、ね、なんかね、どうなんですかね、どこがいいって言われると、終わりがないところに、あーっと終わりがないですね。確かに絶対終わらないでしょ。確かに、そうですね、地球より広いって言われてるんです。面積、え、そうなんですか。そうそうそう、そうなんですか。1個のワールド、全部地球より広い。合わせた、地球端っこがあるって話、あれじゃないですか、はいはいはい、端っこをこう、囲ったら、でも地球の面積で圧倒的に広い。なんかすごい夢がある。深いですね、永遠に終わらない。あー、なるほど。どこ行ってもまた新しい開拓ができる。そうですね、しかも上にもどんどん作れるし、高さも作れるし、地下も掘れるし、掘れる、なるほど、機械も作れるし、はいはいはい、すごい、アップデートしたら下だけもうなんかどん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 、新しい要素出るじゃないですか。そうですよね、またいいですよね、またいいですよね、なるほど、いや、なんかちょっとすごい響きました。あ、そうですね、なんか興味持ちましたでしょ、あんまりやられてないですけど、やってないですけど、はい、沼ですから、はい、こちらです。はい、マイクラで一番大変だった建築は何ですか。あ、来た、マンションを僕作ってるんです。おー、14階建て、15階建て、5階建てのマンションを作ってて、で、一番上のフロアにマインクラフトのモブの、はい、ムーシュルームっていうのが
あ、牛の、うん、牛の赤い牛で、はい、キノコのシチューを出しようんですよ。あ、はいはい、牛にね、あの何バケツを持ってね、はい、右クリックしたら、ね、はい、牛乳が出てくる。あ、ね、で、そいつは右クリック押すとキノコシチュー。ちょっとキノコな牛なんですよね。あ、そうです、生えてますもんね。そうそうで、あいつってレアなんですよ、ね、はい、レアなんで、見つけた時嬉しくて、はい、連れて帰ってきたんですよ、自分の街に、はいはいはい、遠くまで冒険って探してきたやつを連れて帰ってきて、はい、もう神みたいなもんじゃないですか。そうですね、虫って感じじゃないですか、はい、だからそいつを一番上に持ってって、崇める感じで、マンション。うわー、ムーシュルムのムーとってムーションって言ってるんですよ。ムーション、なるほど。それが一番僕の中で好きです。建築として大変だったし、建築が大変だったんじゃなくて、ムーシュルムのあれも大変だったんじゃなくて、めちゃくちゃ大変、めちゃくちゃ。へぇー、はい、お勉強しちゃう。すいません、ちょっと申し訳ない。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、マイクラ実況いつまで続けますか。俺はもうさっきも言いましたけど、そうですね、モヤンが生きてる限りやりますから。俺の方が多分長生きしますよ、モヤン。なんかもう質問とかで、ね、なんかマイクラ実況いつまで続けるんですか。ずっとやりますか。なんか死ぬまで続けてくださいっていうのが、死ぬ死ぬ死ぬまで続けてそうですね、ジジになってもやります。あー、動いてないでしょ。ありがとうございます。じゃあ次です。はい、今ハマっている、あ、すいません、戻ってた、戻ってた、戻ってた、今ハマっているスマホゲームは何ですか。スマホゲームですか、やりますか。ほとんどしないんですけど、はい、強いて言うなら相談をたまにやるぐらいですからね。ハマってることないですよ、マイクラが好きなんで僕は。あーすいません、パソコンばっかりやってます。なるほど、やってます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、行きましょう。はい、こちらです。じゃあ、一番最初にプレイしたゲームは何ですか。なるほど、これはですね、昔、あ、昔、昔ね、世代的にファミコンなんで、あの家にはなかったんですけど、はい、隣のね、近所のお兄ちゃんで、でそこでやったのがマリオです。あー、その初代です。あ、初代です。あ、うちにあって、あった、お父さんのことがあって、そっかそれやったことあります。あの戻れないですよね。戻れませんね。戻れえ、それから受けちゃいましたっけ。え、じゃあマリオ戻れない。戻れないか。戻れないですよ、後ろに進むばっかり。そう、進むと後ろ戻れない。テクニック。そうなんですか。テクニックで、あとなんかあれありますよね、めっちゃこう迫ってくるやつありますよね。あ、なんかありましたね。だからもう潰されちゃうの。え、じゃあなんかだから結構ハードですよ。そう、は、え、戻れない。戻れない、戻れないで、じゃあ上にブロックがあって、ここに穴があって、そうこういう状況だったらもう、あっ、つっ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 、いい具合に繋げていただいて。マリオだ。マリオですね。まあそうですよね、ゲームって感じですね。なりましたよね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次の質問いってみましょう。はい、これこれさっき言っちゃいましたね、ユーチューバーになる前は。そう、言っちゃいましたね。マグロ屋さん。マグロ屋さんです。マグロ屋さんです。じゃあちょっと私も1個ちょっと全然違う質問なんですけど、ちょっとマイクラのことについて聞きたい。マイクラですか。はい、あの、ちょっと一応目で作ったものって何ですか。マイクラで、はい、なんか私もなんかもし始めたら何作ればいいのかなと思って。ね、家です。家、自分のお家。あのね、っていうかね、夜になったらゾンビが来るんですよ。あ、はい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 、めっちゃ怖いんですよ、ゾンビ、はいはい、半端ないんですよ。入ってこない。夜になったら来るから、どうなんしようかなって、ゾンビから逃げる場所をこうとりあえず作るっていうね。俗に言う豆腐建築。豆腐ですよね。そうそうそう、豆腐建築。とりあえず四角で作って、そうそうそう、だからあれば柱立てて、屋根つけて、壁つけて、あー、なるほど、ドアつけてみたいな。そうそう、ね、寝れるんですよ、あれ、マイクラって寝れるんですよ。ベッドを作らないといけないんですけど、ベッドを作るのには羊のね、そうなんですよね、羊の羊毛が必要なんですよ。羊毛がない、羊がいないって暑いで寝られへんっていう。そう、だからもう暗い中こうやって待っとくしかないんですよ。ああ、そうそうそう、10分サイクルなんですね。昼夜10分サイクル、夜の10分ずっと嫌だから、ゾンビの声を聞きもないし、ああいう、で、昼の10分の間頑張って羊探して、おらんかったまったその先で家からカシャカシャカシャって作って、そうか、一番最初が難しいかもしれない。そうですね、本当に。で、楽しいですよ、一番初めは。あ、そうですか。めっちゃサバイバル。素材集めとかが一番面白いかもしれない。やります。はい、コツコツやります。ありがとうございます。違う質問になっちゃいました。教訓を思い出して、教訓を思い出してね。マイクラ、マイクラ、そうそうそう、はい、こちら最後の質問となります。はい、挑戦してみたいことは何ですか。はい、そんな、カメラ使って、お、ね、カメラ、もう家族もいますし、はいはい、さっきお話ししたけど、はい、ファミリー系のカットとか、おもっと実写も出したいし、あ、
前からばっかりやってきたんで、はいはいはい、絶対なんかいいカメラが欲しいんですよ、いいカメラ、はいはいはい、そうですね、そのようなカメラが欲しいんですよ、ビデオカメラ、ね、長く撮れるじゃないですか、はい、長く撮れるんですよ、でもめっちゃ楽しみですね、そんなんがいいかなと思ってるんですけどね、嫁にもその話で、もうそうなんですね、やっぱ進んでるんだ、じゃあ帽子かぶったら出てもいいよ、おーYouTube には反対ではない、反対ではないです、むしろ応援してくれて、おかげで今こうやってね、そうですね、やれてますからね、それが仕事ですもんね、そうなんですよ、確かに、すごい楽しみです、ファミリー系とマイクラを続けてそうですね、あいいですね、ちょっとあのアットホームな感じのね、レギュルイ感じで、ね、わできたらいいんじゃないかなとは温かく思ってますけどね、はい、いやでも今日こんなみんなのね撮影を受けたらやっぱこう下準備しっかりされてるじゃないですか、何を撮りましょうとか、はいはいはい、なんかそういうのをちゃんと決められてるので、そういうのをちゃんとしないといけないなという、まあ、今日は学ばせていただきました、でもまあでも YouTuber のそのなんか今日これやっちゃえみたいなのもいいですけどね、ノリでね、そうですね、新鮮味があってそれがいいですね、それがいいとかね、そうです、まあ勉強になりました、あいやいやもちろん、いや僕は勉強になりました、めちゃくちゃ勉強になりました、先生先生先生ありがとうございます、マグラってますね、沼にいらっしゃる、はい、沼先生みたいな、そう先生、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、質問は以上となります、はい、はい、ということで皆さんもマグニさんの素晴らしいキャラクターが見えたんじゃないでしょうか、はい、ということでこちらの動画は終わるんですが、また次回からさまざまな企画やっていくので楽しみにしてください、はい、ということでこの動画が面白かったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします、それではまた次回の動画でお会いしましょう、またね、またね、またね。